ざいます。もう55分ですので、まあ、ロープ離していただいて、まあ、個人スタートに座りたいではなかった。はい、 SVSB 綺麗だけどね、ちょっと小ぶり。今日一匹戦だからこのサイズだと勝てないですね。でも
林道下、林道下でライク3インチのなんだっけあれグリパンブルシャットでピクピクで釣りました。で、あの全然あの見えてたとかするんじゃなくて、これ虫の代わりみたく使えるかなと思って、ちょっとシェードになってるところにポイって投げてシェイクしたらボコって出てきて、それが4、その41ぐらいのおじゃ、それが1000になるみたいな、で、それ1匹だけで、あと釣れるんですけど、みんな20センチとかすごいちっちゃいやつばっかりだったんですよ。だからあれだけもう交通事故でした。ボイルしてたりみたいなことするのかな、じゃなくてもう私っぽですで、ボイルしてるところに投げてもハムちゃんみたいにうまくいかないんですよね。ボイルしてるちゃんとあの動画見ないとダメだわっつってうちの父が6月の6日に他界しましてですね、まあ、もしかしたら親父が知らせてくれたのかな、そういう気がします。どうもありがとうございます。はい、おめでとうございます。はい、行きます。最初はグー、ジャッキーポン、ダッキーポン、ワイルグリーンですか。いきなり。私の CD 品は451HG 左巻きとだね。あ、おぉーもらってもないのに激しい。最初はグー、じゃんけんぽい。まあ、最初はグー、じゃんけんぽい。まあ、最初はグー、じゃんけんぽい。重いね。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。おお、決まった。はい、以上で終わりとなりますので、また来年もお願いします。そろそろじゃんけん勝ってください、山田さん。はい、というわけで帰ってきました。第3回エンジンカップっていうことで、これね、参加賞なんですけども、これね、試合の当日も来てたんでちょっと選択したんでね、しわくちゃになってるんですが、新品のですね、このエンジンの T シャツ、これね、参加賞でもらえて、その他にもですね、参加賞がいろいろもらえたので、参加するだけでじゃじゃーん、これは嬉しいですね。ロッドベルト、スペルバウンドコア、自分も3本ぐらい持っているんで、まあそんなの中心でね、組んでいくときはこんなロッドベルトで合わせていったら気分も上がるんじゃないかなっていうことで、まあいくつあっても困らないロッドベルト、それにこれブーン、この日ね、ブーンチンがね、ちょっと品切れで沈む虫パターンでね、釣り進めたかったんですけど、ブーンチン使いたかったんですが、ちょっとなかったんで、まあ、これはね、ブーンチンではなくて、あの浮くブーンの方なんですけども、これもね、大好きで使ってるんで、でね、色がね、このね、SP レモンミルク、あ、この色持っていなかったな、腹側が白、ミルクカラーで、背中側がレモン、ね、これね、ほんと潮入りでバヒューンって飛んでね、バッチリね、吊るしたり泳がしたりね、釣ることができる虫ワームなんで大好きで使ってるんですが、参加賞に入っておりました。何やらですね、ハブくんの動画チャンネルで見ていたら、ブーンチンのベビーサイズね、あれね、以前三島で会った時、これはまだ秘密ですよって言ってね、こっそり見せてくれて、ああもういいやつ使ってんなーなんて思ったら、この前ね、あの動画でも出てきていて、そしてね、それでめちゃくちゃね、上流のバスをサイトフィッシングでボコボコに釣ってる動画なんかありましたんで、エンジンスペースバスとかで調べるとですね、エンジンのですね、ブラックバスの動画チャンネル見ることができるので、ぜひお
すすめであります。というわけで、まあ、参加賞でですね、ブーン入ってましたよ。これとこれね、いくつか持ってるんですけども、リビングストレートの 5.5 インチ、結構ね、あの張りのあるストレートワーム、猫リグ用のワームなんかが多い中、このですねリビングストレートっていうのがすごいね柔らかいんですよね。にゃふにゃーっとね柔らかいので、いわゆるあのスワンプクローラーとかに代表される、ちょっとプリンとね張りのあるストレートワームと違った感じで使いたいなんていう時にめちゃくちゃ効くっていうことで、まあね、せっかくねもらえたので、でこれ多分ブルーギル系のカラーだよな。あ、もうその名もブルーギルっていうねカラーね、青ラメが入っていて綺麗な、こういうね釣りもね、ちょっと、ね、どんどん練習しなきゃなーなんていうところではありますので、タイミングがあったらですね、いろいろ使っていってみたいななんていうふうに思います。というわけでこんな感じで T シャツ、ね、ロッドベルト、ワーム、ワームって、もうこれだけでね、もう参加賞元取れちゃうななんていうところなんですけども、エンジンカップ名物のね、とんでもないね商品群ね、じゃんけん大会で狙えちゃうっていうね、こういうところがあって、今回ね大会はまあ散々だったんですけども、結局ね、ノンキーパーノンキーパーっていうことで、ウェイインする魚も持って帰ることができず、順位つかずね、非常に寂しいことになったんですけども、あれねブルフラットの魚とかね、何センチぐらいだったかちょっと見たかったんですけどね、まあ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 、そんな感じでじゃんけん大会に全てをかけたところ、結構ねじゃんけん大会では勝てましたよ。まずはこれ F0 ね、 F0 パーツクリーナーボトルっていうことで、これはシューっていうのとかついてないんですよね、このキュッキュッって開くこの蓋の、こんなねパーツクリーナーが手に入りましたよ。金属部品の付け込み洗浄に最適な洗浄力アップモデルっていうことで、ギアなどに付着した頑固なグリス汚れを強力洗浄っていうことなんですね。まあ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 、あのなんだろう、こうちょっと専用のケースとかに入れてベアリングとかを入れてカシャ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 ーね、やると汚れが落ちるよなんていうですね、そういった使い方をするパーツクリーナー、これね持っていなかったんで、なんかねタイミングがあったらね、リールをメンテナンスするときにねぜひ使ってみたいと思います。こんな感じでですね、いい感じのパーツクリーナーが当たりまして、まあじゃんけんで勝ったんですけど、それとそれとこれ、これはね嬉しいですね。パワードームフットコン用っていうことで、あ、結構お値段も高いですね。モーターガイド X シリーズとかミンコタマクサムシリーズにつけることができる、これまあなんていうんですかね、整流板っていうんですかね、こうプロペラのちょっと上に装着することによって、効率的に水流を出すことができるようになって、結果スピードアップするっていうね、こういった代物なんですけども、レンタルボートとかでですねエレキを使う方だったらまあご存知のパーツかと思うんですが、結構ねカッチリした作りのパワードームっていうことで、要はこうできるだけプロペラって水面に近い方がスピードが出やすい、あのグーッとね下の方まで水の中に入れちゃうとなかなかね、パワーをロスしちゃうことがあるっていうことで、できるだけプロペラっていうのは水面に近いところにあった方がいいですね、効率的にパワーを出すために。ただ上げすぎると空気を巻き込んでキャビテーションという状態になってしまうんですね。ボボボボボボボって空気をこう巻き込んでパワーが、作り出しきれない状態になってしまいます。そんな時にこのドームによってプロペラの水流、空気をはらまないように回転させることによって、強力なですね推進力を得ることができるっていう説明であってんのかな、まあそんな感じのものだと思うんですけども、まあね自分のエレキも結構古い方なので、もうねど
かでね入れ替えとかね、もしくはねちょっと故障とかもありえるんで、そんな時に今はねもちろんね今のキャビテーションプレートつけてるんですけども、結構ねぶつけたりしてグニャって曲がったり、それをグイってね戻したりして、まあいつ折れちゃうかなみたいな状態なので、タイミングでねこういったねパワードームがあれば間違いないなということで、これはねじゃんけんでね結構目玉商品の一つだったんですけども、ゲットできちゃいました。というわけで見てくださいね、大会遊びってのがまず面白い。あんなね集中してね釣りをするっていうのね、普段のね大会とか関係なくですね、自分の好きな釣りね、やるっていうのももちろん好きなんですけども、限られた時間ね、限られた引き数とか、まあ、条件の中でその絞り出すね、もう脳みそがね痺れるほどね、あっという間のまあ大会時間いろいろありますけども、5時間とか6時間だったりするんですよね。まあ、亀山ダムなんかでは各ボート屋さんなんかでいろいろなね自分の好きなメーカーの、例えばノリーズカップとかディスタイルカップとかね、いろいろ開催されるかと思いますので、まあなんかやってみたいなーなんていう時はですね、ぜひ参加してみたらいかがでしょうか。自分もですね、参加できる休みが合う大会なんかがあったら、まあ積極的に参加していきたいな。でできればまあ競い合うからね、表彰台のてっぺん目指したいななんて思って、そんなことも、ありつつ、まあね、のんきに釣りの方は、頑張っていこうかななんていうふうに思いますけども、またね来年もやってくれるなんていうふうに羽生くん言ってましたので、来年こそは、頑張ってですね、ちょっとはいい成績残せるように頑張ってみたいと思います。というわけで本日の釣り子 TV は第3回エンジンカップに参加したら、まあ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 あれでしたが、こんな感じでしたっていうね、動画でした。はい、釣り子 TV でした。